新ルートは2014年にデビューした韓国のインディーズ系男女混成デュオ。メンバーはペグコーイキ士出身でギターボーカル担当の女性シンヒョンヒと継承北道、ウルシア軍出身でベースボーカル担当の男性キムルート。2017年1月スイートハートを使用したアフリカ TV の人気女性配信者コンニムの愛嬌のある表情豊かなパフォーマンスが SNS や動画サイトで話題となる。この評判を受けて、新ルートの原曲が発売後2年を経て、初めて各音源サイトでランキング入りし、チャートの逆走行だとして、さらに話題を呼び、音楽番組にも多数出演を果たす。1月20日には、短時間だが、m ネットリアルタイムチャートで1位を記録した。3月1日、ラブリズが、MBC エブリー1のバラエティ番組、 週刊アイドルに出演した際に愛嬌があると評判のメンバー K が同曲を使用してコンニムに対抗したパフォーマンスを見せ高い評価を得る。その影響で同パフォーマンスのパロディは韓国のアイドルの間で流行し5月に同番組で披露した TWICE のパフォーマンスは SNS で拡散されて日本でも話題となった。ありがとうございます。